今日はロケしてました。一日さ、久しぶりに、まず今週全然がっつりこうやってメイクをする機会が全然なくてそう、こんなにがっつりメイクしたのが日曜日大釜ぶりでした、うん、そうだったのこうやってちゃんとヘアメイクしていただいて、顔もちゃんと作ったの、すんごい久しぶりでそう、今週はまあリハーサルとかが続いてたから、リハーサルは本当に、まあ、すっぴんか軽く日焼け止め塗るくらいだったので、そう、こんなにがっつりメイクしたの久しぶりだ。ちょっとメイク忘れてたもん。忘れてはないけど、なんかあれこれでいいんだっけみたいな、手順合ってるっけみたいになっちゃったそう、朝すっごい早くて今日、でも起きれた。なんかさ、翌日朝が早い日ってなんかその夜体が緊張してるのか分かんないけど、その早く起きなきゃっていう、絶対起きなきゃ、寝坊はできないっていう気持ちがあるからなのか分かんないけど、なんかすんごい眠り浅くなりませんか。そう、翌日がめっちゃ朝早い日って私大体なんか2時間とか3時間くらいしか眠れなくて、その昨日早くお風呂入って早くベッド入ったはずなのに、全然なんか眠れはしたの。そう、多分昨日日付変わったくらい、すぐくらいで眠れたんだけど、でもすぐ起きちゃって、2時くらいに一回起きて、そうで起きちゃったと思って、なんかすっごい天気悪くて夜中、そう、雷が鳴ってて、もう私雷が苦手の、大の苦手で、本当に嫌だった。あー、明日朝早いのに、寝たいのに、雷が怖くて眠れない。こんなこと言うの恥ずかしいけど、本当に雷苦手なんですよ。なんか昔からそう嫌なの。あとなんかね、風の音とかもそう苦手で、雷と風、がすっごいなんか、いや音が嫌なんだよね。そうでさ、もう不安で眠らないし、あと明日も朝早いのにっていう、なんか不安もう重なって、なんかすごい浅い睡眠を 2,3 回続けて、でもちゃんと起きなきゃいけない時間には起きれたので、まあ寝坊しない、寝坊するよりはいいかなって思って起きたそう、でも今日はねそんなに眠くなることもなく、ちゃんと集中して一日ロケできた。まあ移動中も爆睡してたけど帰りとか爆睡してたと思う。でもなんか DMM 帰りのその移動中車内で DMM 見たりして、なんか今日やけに今日ツインテール多くないみたいな。そう、え、なんでこれみんな被っただけかなって思って、なんでこんなツインテール多いんだろうなって思ってたら、その公演後に、あ、今日はツインテールの日でしたって書いて、ああ、今日ツインテールの日なんだと思って、だからか
めっちゃ多くて、あ、これでもこんな偶然、こんな全員、ほぼ全員みんな被ることないよなと思って、そうみんなツインテールだったから、なんだって思ってたら、今日はいいツインテールの日ということで、私はもうそんなのこと分かんなかったので、朝普通に今日おろしてました、編み込みおろししてましたそう、あのロケ私服だからなんかツインテールするのもなーと思って、まあもともと今日はおろそうって思ってたのであれなんですけど、そうだからさ、帰りに DM 見ててさ、あ、いいな楽しそうって思って、公園なんか自分がそう出てない公園見ると出たいってなる、今すぐ行きたいって。そうでもね、今日はね間に合わなかったんだな、うん、そうだ、もしなんか緊急事態が起きて私が出ることになったらもうすぐ出れますよっていう気持ちで見てたうん、でも私は明日公演なので楽しみ、嬉しい、明日公演だ、嬉しい、明日は出ます。いやなんか今日もその今日っていうか違うか、昨日、うん、昨日その明日公演楽しみしてるねみたいな、うん、絶対毎公演来るんですよねそう、あの私がいない公園に、そうあのね、なんか明日は楽しみ行くねってそうコメントしてくださる方です。なんか私が出ない公園に必ず数名いらっしゃるんですけど、でもそのくらい、あ、すごいいつもいる人だって思ってもらえてるんだって思うと嬉しかった、それは嬉しいなって、そう、まあ確かにいつも出てるからなんだけど嬉しいよ、でもあーいないんだよねって思いながら見てる出たかったよって、うん、そうそう、いやでも公演は本当に全部痛い気持ちでいるので、うん、だから明日は嬉しいです、名前あります、明日は出ます、楽しみ、そうなの、日曜はオンラインですしね、嬉しい、何着ようかな、いっぱいあるよ着たい服、そうなんかロケとかで私服が必要だから、いっぱい買う、いっぱいではないけどすごい秋冬の服たくさん、たくさんでもないわ、買ったから、そうちょっと何着ようかなって思ってる。でも今日朝早かったからすごい体元気だけど、もうまぶたがくっつきそうだから早めに 寝る。でもお風呂入んなきゃ、メイク落とさなきゃ、はあ、なんか勝手にメイク落としてくれる機会ないかなロボット、うん、なんか私がこうやってたらさ勝手にコンタクト取ってくれてメイクシャーって落としてくれるそうメイク落とし器みたいなこうやって欲しいけど、ごめんね今日遅くなっちゃった。そうあのね今日結構遠いところでロケしてて移動がなかったからね、ちょっと遅くなっちゃったんだ帰り、うん、公園見よっかなって思ったけど PA で、でも帰ってきちゃった。
そう、明日のガタチューブねすごいんだよちょっとねすごいことが起きたんですよ。いや我ながらちょっと見てほしいですぜひ見てください。楽しみにしててください。明日髪どうしようかな。まあ夜はもう決まってるんですけど。伸びてきたし、来月切りに行かないと。ツインテール、ツインはしないかも。ちょっと遅れちゃっ、ツイン、あでもねツイン、うん検討します。さあ前髪伸びるの早くてさ困るわ。いつの間にこの間切ったばっかりなんだけど、今日の全然話変わるんですけど、今日なんですよ、ちょっと放送には乗らないかもしれないんですけど、また後ほど、はい、皆さんにお話しします。すごく、すごいです。すごかった。嬉しかった。うん。でももういいのかな。まあまあまあ、まだ言えないな。そう、まだ言えない。なんか今日も今日のロケはいっぱいまた美味しいものをいただいたんですよ。なんかここ最近のロケはすごい本当に食べてばっかりというかいろいろ食べて、そう嬉しい。と新潟で生きてきて気になっていた場所とか。ロケで行けるとすごい嬉しいんですよね。あーここずっと気になってたんだみたいな。そうなのだからありがたい、うん、でもねなんかこれいつも話してるけど、やっぱり私はいつもロケでうまくいかなかったなってこととかがあるとなんかすぐこう反省会しちゃうんですよ一人で、うん、でもロケ中に一人反省会をするのってすっごく良くなくて、そう気持ちがちょっと傾いちゃうから良くないとは思っていても、やっぱりなんかうまくいかないなと思うことがの方が多くていつも、うん、そうだから今日も収録終わるたびにうわあそこダメだったなとか思ってたんだけど、そう自分ではうまくいかなかったなって
今日も思ってたの。そう、でも今日帰りにあの帰りの車の中でマネージャーさん、そう、なんか自分は全然うまくいかなかったなって思ったのかね。なんで、そう、あ、そうだ、あのやっぱりまだ最近とかのロケ、最近までやっぱどっか緊張があったけど、でも今日はそのあまりなんだろう、緊張せずというかこう落ち着いていろいろ受け答えとかできてたねって、そうめっちゃ嬉しかったそう、自分が思ってたこととは全然違ったけど、でもそういつも毎回ロケ帯同してくださるマネージャーさんだから、本当にいつもこうロケ近くで見てくださってるからこそ、なんか褒めてもらえたのがすっごい嬉しくって、あ、これはちゃんとこの言葉をありがたく受け止めてまた次に生かして頑張ろうって思えたそう、なんで今日褒めてもらえたのかを考えてて、うーん、私は前回と同じ気持ちだったけどなって思ったんだけど、前回のその収録と変わったところはなんか今日はその台本を当日にそんなに読まなかったことが前回と違うのかなって自分で勝手に分析しててなんか前回までのロケは本当当日ももうずっと台本を見て自分の中でイメトレするの、ここはこうして、だからこそその本番で流れと違う、ちょっとでも前日に台本をいっぱい読んで意識しないようにしてた。その台本を読んでここだけはなんかキーポイントみたいな、ここだけはあのこぼさないように、キーワードとかをなんとなくいくつか掴んでおいて流れはあんまり意識せずに、で当日もその台本を全部読み込むんじゃなくてその流れだけを確認して、そう今日ロケに臨んでみたら、そうやってマネージャーさんに褒めてもらえたってこと正しかったのかなとか、全部みんなにもあの後日見ていただけますのでちょっとどうだったか教えてください、はい、そうなの。12月も放送ありますので、まあ、みんなもずっと見てくれてるから、なんか何でも言ってくださいコメントとかしてくださいぜひ。自分の話してた、ごめん。
日は本当に今日寒かった。うん、あと今日学んだことはなんか寒すぎるのも絶対良くないってことが分かった。なんか今日外での収録とかも寒すぎてずっとブルブル震えてて頭回んなくなっちゃって良くないなって思った。ちゃんとあったかくして、そう、だからみんなもこれから新潟本当にあったかくしてきてほしい。寒いと思う、何も集中できないなって思ったヒートテック、私ヒートテックいっぱいあるんだ。そう、上下ヒートテック履くのおすすめだよ。まあでも確かに劇場暑いか、確かに難しいね。じゃあ全然脱いでください全然脱いでください。私も今着てますよ、ヒートテック。もうデビューしたのでね、ヒートテックデビューしたので、今日は分厚い方のヒートテック着てる。キャー恥ずかしい、なんかヒートテックって恥ずかしいよねとか言って自分で見せてるんだけど、ねえ極暖ではない、でもちょっと分厚い。3種類くらい使い分けてる私皆さんはもう冬のコート厚手の着てますか？何着てます？レベル2のコート着てる私的秋冬のコートレベル3まであるとすると今2 2かな。私の推し面がよくする顔してた可愛いんだもん推し面が。でもこの間自分の私の推し面たちの顔をこういっぱいなんか推しメンたちの顔見てたんですけど顔見てたんですけどなんか私の好きな私の推しメン顔の系統やっぱ似てるな似てるなって思ったんだよねアイドルの顔があるなんかね、いやたぬき顔でもないんだよね多分。ザ・たぬきではない、分かんないけどみんなもやっぱあるの好きな顔でも
たまに考えたりするよ、好きな顔あるのかなとか私はあるよ好きな顔の系統そのタヌキが好きなのねフフ系統違う、うん、うさぎってうさぎ顔、うさぎ顔って何、分かんないね、私よく分かんない。うさぎはなんかなんてうさぎ子にいるやん私10月の末限定でウサギだってウサギ顔、ウサギ顔っていうかもろウサギみたいなウサギでしたね、ここにいるやん、まるまる顔って難しいね、なんかそう言われてみると、どんな顔って言われてみると確かに分かんない、私は思うにタヌキ顔は顔、ウサギ顔、猫顔、セジュ顔、何それ？セジュ顔ってセジュってあれですよね、事務所セジュ顔っていうのがあるの？じゃあ何？フローラ顔フローラ顔とかあるってこと？うん、難しいねフローラ顔なんだよそれ、そんなものはない、うん、私は何がだってなんかセジュ顔っていうのがあるんだって、だからフローラ顔もあるのかなと思ってマーキュリー顔あでもちょっとなんかわかるかもなフローラ顔はわかんないけどマーキュリー顔ちょっとわかるかもしれない、うん、セジ顔は白くて透明感のある肌が特徴です、へえ。全然わかんないわ今の言葉とか初めて聞いた青春顔は、うん、私と私は何顔なのか、フローラ顔かなちょっとよくわかんないけど、そっか、オンソム顔って何よでも調べてみよう、セジュ顔、今日学んだ言葉セジュ顔
あとで配信が終わったら調べてみます。じゃあ私が明日の昼公演で何顔を目指して何顔を目指してたのかちょっと公演終わりに公演中予想して、教えてください。公演後に私はじゃあ明日ちゃんとテーマを決めて、なりたい人顔を決めて明日メイクすることにしますね。まああんま変わんないと思うけどいつもの自分のメイクに寄っちゃうと思うけど、楽しみにしててくださいじゃあ私はもう終わりにします。配信ランキング読むよ。73位からいくよ。73位、超快速さん。13位、 KJ ありがとうございます。12位、カズーありがとうございます。11位、ビッグレンドありがとうございます。10位、タカノンありがとうございます。9位、キヨありがとうございます。8位、みちおちゃんありがとうございます。7位、ハルありがとうございます。6位、ハードチューンヤスありがとうございます。5位、スキャットありがとうございます。4位、クラゲありがとうございます。3位、ラーメンマンありがとうございます。2位、日焼けありがとうございます。そして1位、ミッタンありがとうございます。ごめんね、遅くなっちゃって。皆さん お疲れのところすみません。ありがとう。じゃあ明日は公演楽しみます。頑張って早起きする。またね、おやすみなさーい。明日楽しみます。